はい、こんにちは、まとめです。こんにちは、平沢です。平沢さん、はい、ついにレインメーカーベッチュ、はい、スタートということで、いや嬉しいです。はい、ありがとうございます。結構この企画期待してくれてる人すごく多くて、 DM とか YouTube ライブやった時の、うんうん、コメントとかでどうなりましたかみたいな反応すごく多いアイテムだったんですけど、多かったですね。多かったですよね、はい、それもそのはず、うん、僕の視聴者さんって結構レインメーカー好きな人多いんですよ、うん、日本のね、京都初のブランドなんですけど、はい、僕もすごい好きなブランドで、うんうん、みんなも好きなブランドで、で別注やることになりましたって言ってから、どうなったんですかって、うん、何作るんですかって反響すごかったんですけど、はい、ついに完成しました、うん、リリースするアイテムこちらになっています、はい。道着パンツ、まあ、レインメーカーを代表する最大のアイコンアイテムだと思うんですけど、うん、僕も道着パンツ10本以上持ってるんですよ。持ってます、ね、もしかしたら20本ぐらい買ったことあるかもしれないです、はい、で今所持してるのは10何本かなんですけど、うん、道着パンツめちゃ好きで、はい、まあ、ワイドパンツのトレンドが来た時から、うん、もうずっとハマって買い続けて履き続けてきたアイテムなんですけど、さすがにね、何年も何年も履いてきた結果、はい、ちょっと違う形の、もうちょっとさらに攻めた道着パンツ欲しいなと思って、デザイナーの渡辺さんにお願いしたところ、快、うん、くね、快諾していただいて、この企画が実現しました。はい、まあ、いわゆる道着パンツって、ワイドパンツの割と先駆けというか、昔、はい、からずっと出してるアイテムなんですけど、うん、がっつり太いんですよ。で、そこからちょっと細くなっていく、テーパードシルエット、うん。で、なんか履きやすさもあって、当時はやっぱりまだね、ワイドテーパードとかが主流だったんで、トレンド的にも。はい、まあ、ほんと好きで僕もずっと履いてたんですけど、うん、最近だんだん太くなってきたじゃないですか。はい、ワイドはワイドでも、最後フレアしてるみたいな、うん。これが結構今の主流のね、パンツのシルエットだなと思っているんですが、はい、道着パンツのディテールとか、うん、レインメーカーらしいカラーとか、うん、素材感とかで、はい、シルエット少しフレアさせたいなと、なるほど、作っていただいて完成したのはこちらになります。おお、一癖あります。あります。やっぱ一癖あるパンツね、履くとレベル上がるんですよ。トップスいっぱい変えてもなんか垢抜けないなというか、うん、今のレベルから停滞しちゃうなっていうところあると思うんですけど、パンツで今までと違ったものチャレンジすると一気に変わります。初心者が中級者、中級者が上級者に変わるにはやっぱパンツが重要になってくるんで、うん、ぜひそのねきっかけとなるパンツとしてこちらねチェックしていただけたらなと思います。なのでまさに平沢くんにこそ手に入れていただきたいパンツ、はい、なるほど。ワイドパンツ自体はもうチャレンジしたじゃないですか、はい、で一気に変わりましたよね、やっぱ初めてのワイドパンツで、はい、いや本当に結構ワイドパンツ挑戦してから周りからも褒められる機会が増えて、うん、まあ、明らかに違うもん。そうなんですよ、パッと見がおしゃれになった。あ、本当ですか、うん、嬉しい、まあ、もう自分もワイドパンツなしじゃ生活できないぐらいになっちゃってます、ね、うん、もう本当に毎日だよね、はい、細いパンツ履くことなくなったよね、うん、アンクル丈とか。そうですね、っていうところでさらにステップアップするっていう時に、うん、このワイドちょっとフレアパンツ、はい、絶対チャレンジしていただきたいなと。これでさらにもう一段階、はい、アパレルっぽくなれる、なるほど、雰囲気が変わりますね。なるほど、っていうパンツなんですよ。また買わせようとしてるんですか。してないですね、買わなくても全然大丈夫ですということで、こちらが今回リリースするレインメーカーさん別注の道着パンツなんですけど、はい、まずデザインからお話ししていきたいなと思います、はい、まあ、デザインはインラインで出てる道着パンツからほぼほぼ何も変わっていません、うん、簡単に説明していくと、スラックスをねベースとしたディテールが散りばめられていて、例えばね、はい、センタークリースがあるんですよ、ここに、うん、こう縦線が入っていると思います、はい、このクリースがで、ちょっとフォーマルな印象だったり、足長を意識させてくれるようなディテールですね。でサイドのポケット、うん、こちらね両トマブチの仕様になっていて、はい、結構これ平沢くんもしかしたらあんま見たことないですかね、サイドポケットに両玉口は。うん、なんかあのスーツのバックポケットは見たことあるんですけど、うん、ああ、なるほど、後ろでね、はい、それがこの前に来てると面白いなって思いました。こちらもねかなりフォーマルな仕様になっていて、うん、ミニマルでアイテムとのね調和も取れたディテールになっています、うん、そして道着パンツ最大の特徴といえばウエストなんですよ。このウエストがかなり特徴的で、そもそものウエストの設定っていうのをかなり広く取ってるんですね、うん、めちゃくちゃ太く取ってます、このウエストの部分を、はい、うん、でこの広く取った状態でこのドローコードを思いっきり締めて着用する設計なんですけど、これなんでこんなことしてるかっていうと、はい、このドローコードを思いっきり締めるとこうギャザーがいっぱい溜まるんですよ。なるほど、こういう風に、まあ、いわゆるタックみたいなのが大量に溜まって、うんうん、それによってシルエットが立体感が出て、で陰影も出ると。これがなかなかね他のワイドパンツにはない特徴で、レインメーカーだけのね面白いシルエットを構築しています。これはですね、いわゆる柔道着とか道着ですね、はい、名前にもある通り、はい、道着から着想を得て作ったアイテムらしくて、だからこそこういった設定になっていて、それがシルエットにも生きてきていると、デザインにも生きてきていると、さすがとしか言えないと、アイコンにふさわしいアイテムだなと思います。
素材いこうと思います、はい、今回素材は高級ポリエステルであるカチオンポリエステルを使用したツイル地にしています、まあ、それぞれ単語がちょっとわけわかんないと思うんで説明していくと、はい、カチオンどんな特徴があるのかっていうと、通常のポリエステルと比べると風合いのいい発色性の良さと染色可能な温度が低い点なんですよ。通常のポリエステルとの染色方法の違いを生かした後染めによる染め分け方法っていうのがカチオンだと可能になっています。だからこそこの奥行きのある深い黒が表現できていて、こちらのアイボリーカラーとかこのレインメーカーらしいね深い色合いっていうのが表現できてます。またツイルっていうところでこのまあ斜めの線とか実際見えると思うんですけど、これツイルの特徴なんですけど、綾織りとも言います。ちょっとだけ肉感が出る織り方になっていて、ペラペラじゃないんですよね。オールシーズンいけるぐらいの肉厚さがあります。で、最大の特徴、ポリエステルには全く見えない、ウールにしか見えないんですよ、これ、はい、この素材選んだ時のいわゆる生地スワッチっていうこの生地がね、四角く切られて貼り付けられてるものがあるんですけど、そこに商品名で、生地の商品名にまるでウールって書いてあって、はい、これウールじゃないのって思いながら見てたらポリエステルで、すごいっすね、すごいですよね。ウールにしか本当見えないんですよ。いや、まとめくんが履いてるの見て、これポリなのって思いました。なるよね、はい、だから見た目は高級感抜群なんですけど、実際ポリエステルなんで、洗濯ガンガンいけるし、こんな感じでシワクシャにしても全くシワにならない、いいですね、すごくないですか、ぐっしゃぐしゃにしても全然シワつかない、洗濯しても大丈夫だし、はい、まあ、汚れついても取りやすいし、めちゃめちゃ万能です、まあ、平沢くん洋服すぐ汚すじゃないですか、はい、しかもぶち壊すじゃないですか。そうですね。これなら壊れない、はい、大事に使ってるんですけどね、すぐ壊れちゃうんですよ。ニューバランスですらすぐ破壊したもんね、あんなに丈夫な。そうですね、そんな平沢くんでも大丈夫と、やっぱね、実際になんだろう、ヘビロテするアイテムってやっぱ機能性があるアイテム、よりがちというか、めちゃわかる、結局 T シャツスビンプラチナも着るじゃないですか、着心地良すぎて、はい、結局ね、そうなんですよね、あの機能性が重要なんですよ、洋服って結構見た目で選びがちですけど、実は実際に使ってるものってちゃんと機能性も同時にある、そうそうそう、両取りできてるものが結局使う、それ本当あると思います、まあ、実際これサンプル上がってきてチェックした時に、これウール選んだっけって思ってしまったぐらいの風合いで、生地スワッチ確認し直して、あ、そっかそっかみたいな、まるでウールのやつだったっていう、なるほどなるほど、それぐらいね、びっくりするぐらいウールなんで、これ実際に手元に届いた時、皆さんね、感動するんじゃないかなって思います。あとこれブラックなんですけど、なんか光の反射によってちょっと白っぽさがあるというか、そうですよね、奥行きありますよね、奥行きありません、鈍いツヤがしっかり出てるんで、普通のなんかいわゆるポリエステルのブラックとは全然違った表情になってますね、でもね、ポリエステルだからウールとは違ったまたシルエットの出方がするんですよ。これが面白くて、ウールとは違う落ち感があるんで、でも素材感高級、表面感高級なんで、これ持ってる人いないんじゃないかなと思いますね。このシルエットとこの素材感、この表面感の両立したアイテムってのは持ってる人いないと思います。あとこのスピンドルいいですよね。スピンドルいいですよね、ここがね、平紐だとちょっとカジュアルでラフな印象なんですけど、スピンドルあるとまたフォーマル寄りに見えるんで、まあこのバランス取れてますよね。結構ね、ここがプラスチック製のものとか多いじゃないですか、ありますね、しっかり高級感のある金属パーツになってていいなって思いました、いいですよね、はい、これ結構印象変わるんで、やっぱ重要なポイントですね、ちなみに平沢くん、レインメーカー知っていましたか？はい、一応知ってます。視聴者さんから教えてもらったかな、イベントとかで。ああ、へえ、はい、なんか皆さんレインメーカー、レインメーカーってよく言ってるから、耳に入ったんですけど、あの僕のお店でレインメーカー取り扱ってるんですよ、はい、セレクトショップで、で、なんかポップアップイベントとか行った時に、レインメーカーの商品ももちろん出してるんで、そこでお客さんと多分そういう話になって、それで初めて知ったのか。そうですね、なるほどなるほど、まあ、京都の初のブランドで、京都に直営のお店があるんですけど、京都ならではの和のエッセンスを取り入れてるブランドで、それが結構ね、他にないんですよ、だから洋服好きな人とかレインメーカー好きな人が服を見ると、レインメーカーの服見ると、あ、レインメーカーだって分かるんですよね、なんとなく分かる、なるほど、まあ、服のエッセンス取り入れてたりとか、これだって道着から来てるじゃないですか、道着ってやっぱ和なんで、レインメーカーにしかできないものづくりがあって、存在してる価値がすごくあるなというか、なるほど、他で買えないじゃないですか、唯一無二、唯一無二、はい、それはね、やっぱすごいなって思います、っていうのもあって僕すごい好きで、はい、毎シーズンもちろん展示会行って、まあ、お店に置いてるぐらいなんで当たり前なんですけど、個人をオーダーも超するんですよ、しかもデザイナーさん、スタッフさんもなんですけど、めちゃくちゃ優しいんですよ、多分びっくりすると思う、洋服屋さんで、まあ、ここまでなんかポジションある人、なんか怖い人が多いイメージがあるんですけど、めちゃくちゃ優しいですよ、まあ、それがね、やっぱみんなレインメーカー好きになる理由なのかなって一つなんじゃないかな、実は思ってて、もう好きになっちゃった、なっちゃったなんか結構受注会とか、はい、レインメーカーさん自身も開いてて、そこで行くとデザイナーさんと話すきっかけとか、普通のお客さんであるんですよ、それって結構
ね、引き込まれていくっていうのはあると思うし、デザイナーさん自身からこの洋服こういう風に作ってるとか、うん、こういう意味なんだよって説明を受けると、まあ、好きになっちゃうし、なります、ね、そういう機会ないじゃないですか、うん、なんとなく買ってなんとなく着てるってパターンがほとんどで、はい、どうしてこういう風になってるかとか分かんないで着てることが多いと思うんですけど、うんうん、分かった方が所有感満たされて、うんうん、履くたびに着るたびにテンション上げられて、うん、確かにやっぱそうやって重要なんですね、ファッションにおいて、うん、今回僕 のお店でも受注会開くことになっていて、はい、まあ、これ発売するタイミングあたりでね、お店で受注会開くんで、うん、そのあたりはこの動画の最後でしっかりとご説明させていただこうかなと思います。ということで、ここまでデザインだったりレインメーカーさんについてだったり、あと素材についてお話ししてきたわけなんですが、この後はね、実際に着用したりコーディネートをお見せしたいなと思います。身長170センチ、体重55キロの僕がサイズ一番着用して、これぐらいのサイズ感、このようなシルエットになっています。横から見るとこのようになっていて、後ろはこんな感じです。はい、ということで、新型の道着パンツなんですけど、今までの道着パンツって太いシルエットから裾に向かってだんだん細くなっていく、まあ、いわゆるテーパードシルエットだったんですよ。実際に履くと、まあ、こんな感じでね、ほんのり少しフレアしてるようなシルエットになっています。まあ、昔のトレンドで言えばね、そのワイドテーパードっていうのが主流だったわけなんですけど、まあ、僕も道着パンツ10本以上持ってますし、そのシルエット好きでずっと履いてきたわけなんですけど、まあ、散々履いてきた僕からすると、そろそろ違うのも欲しいなというか、まあ、今の時代に合ったフレアシルエットのワイドパンツ欲しいなっていうところで、今回このシルエットに行き着いています。なので、太いところからほんのりね、少しなんですけどフレアしたシルエットになっていて、より今っぽくなったと。まあ、コレクションのルックとか見ていても、いわゆるテーパードシルエットのパンツよりも、こういったねドカッと太いパンツの方が主流じゃないですか。今までね、道着パンツ好きだった人にこそ履いてほしい、または道着パンツ履いたことないけどこれからワイドパンツチャレンジしたいなんていう人にね、本当に最適なシルエットになっています。まあ、今回のパンツ、ただのねワイドフレアシルエットっていうわけじゃなくて、落ち感もすごいんですよ。そもそもワイドシルエットで生地に余裕があるっていうのもあるんですけど、この落ちる生地のおかげでドレープっていうのがしっかりと表現されていて、パリッとした素材では表現することができないシルエットになっています。またですね、先ほどお伝えしたと思うんですけど、このウエスト部分に着用するとき、縛ってね着用するタイプなんですけど、縛ることによってここにね無数のギャザーが生まれて、それによってより立体感が出て、他のパンツにはないシルエットっていうのがやっぱり道着パンツにはあります。おまけにこれウエストの位置ね、自由自在なんで、こうやって上げてクッションつきにくくしてもいいですし、こうやって下げてね、思いっきりクッションつけてダルダルに履くっていうのもありです。なのでスニーカーとか革靴のねシルエットに合わせてウエスト位置で調整することも可能ですし、皆さんがねその日したいコーディネートによってウエスト位置変えてあげて、クッションの出方っていうのを調整するのがおすすめです。おまけにですね、まあワイドシルエットっていうこともあるんですけど、肌への貼り付きっていうのが全然ないアイテムなんで、快適ですね。いいですね。いいですよね、はい、かなりいいと思います、うん、傑作です。ちなみに着用シーズンっていつあたりが想定されますか？完全にオールシーズンで、春夏秋冬すべていきますね。おお、サイズ選びも知りたいです。道着パンツって、はい、完全にサイズレスなんですよね。うん、もう基本的にどんな体型の方でもこの1番で対応できるっていうアイテムなんですけど、はい、まあ、うちのお客さんで買ったことない人も多いと思うんで、ちょっと不安だなって人もいると思うんで、ちょっと特別に今回フリーサイズ作っていただいて、まあ、ウエストがね相当心配っていう人は、まあ、あんまりいないかもしれないんですけど、フリーサイズチェックしていただけたらなって思います。大体の人はサイズ1で大丈夫かな。で、1番もフリーサイズも丈はね変わらないんで、もしも長すぎるからちょっと調整したいなんていう方はね、お直し屋さんで調整していただければなと思います。この辺りは普通のパンツと同じです。ということで、道着パンツを使ったコーディネートをご覧ください。
ということで、コーディネートご覧いただきありがとうございます。ここからカラー展開のお話いきたいと思いますが、はい、こちらの3色展開になっていて、ブラックとカーキとアイボリー、この3色展開です。まずこちらブラックなんですけど、ブラックはやっぱりね、メンズファッションにおいての基本カラーで、まあ黒パンツ1個持っとくと大体のコーディネート完成します、はい、特に黒のワイドスラックスで、高級なもの、しっかりとしたものを持っておくと、もうとりあえずそれで一旦黒ワイドに関しては上がれるんで、もうこれで一旦まだ上がりのワイドパンツ持ってないって人は上がっていただければなと思います。でこちらのカーキとアイボリー、ほんとレインメーカーっぽいらしい発色色合いになっていて、優しいニュアンスカラーなんですけど、どちらも柔らかくて深みのある色合いになっているので、カラーパンツではあるんですけど、すごく使いやすいです。ということでね、こちらの別注パンツについていろいろとね、紹介させていただきました。お値段はですね、税込みで 37,400円となっています。そして発売日は8月26日土曜日夜9時からとなっていて、前日の8月25日金曜日夜9時からは LINE 登録者さん限定で先行発売も行っています。こちらのパンツ買い逃ししたくない、争奪戦負けたくないなんていう方は、概要欄にあるリンクからね、事前に LINE 登録していただけると先行購入可能となっているので、そちらを確認していただければなと思います。そして僕のブランドシティでは、購入者さん限定で無料のコミュニティを用意しています。そちらのコミュニティではコーディネートの相談だったり、こういったパンツを使ったコーディネートの投げかけ大会なんかを毎週開催しているので、こういったワイドのねフレアパンツ欲しいけど実際届いた時合わせられるか不安だななんていう人はね、ぜひね、無料なんでね、アフターフォロー目的のコミュニティ、こちらね活用していただけたらなと思います。そして受注会情報なんですけど、8月26日土曜日と8月27日日曜日、この2日間で中目黒 MLR、僕のお店ですね、はい、そちらでレインメーカー 2024SS の受注会を開催します。こちらの別注パンツはもちろんなんですけど、レインメーカーさんの 24SS のインライン全て受注できる機会になっているので、ぜひねそちらも参加していただければなと思います。ただまだですね、東京コレクション前なんですよ、うん、コレクション前って画像とか絶対出すの NG なんで、はい、ちょっとこういうものが出ますよっていうことをお伝えすることはできないんですけど、うん、画像でも動画でもできないんですけど、お店に行かなきゃ分かんないんですけど、その代わりに多分一番最初なんじゃないかな、日本とか世界で一番最初に見れる場所だと思うんで、コレクションより前だし、展示会よりも前だし、多分どこよりも先にね見れる機会なんで、ぜひね遊びに来ていただけたらなと思います。でちょっと注意点なんですけど、本当に画像で回るのとか完全 NG らしくて、受注会来た時も写真撮ることができない。なるほど。それだけちょっとご了承いただけたらなと思います。ちなみに僕が運営しているブランドシティでは、商品販売点数1点ごとに100円を国立がん研究センターさんに寄付させていただいております。どうして寄付してるのかなんかは概要欄にあるリンクを読みいただければ幸いです。ということで、今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。